第45回全国社会人サッカー選手権大会は2009年10月16日から10月21日まで千葉県市原市で開かれた全国社会人サッカー選手権大会である。本大会は第65回国民体育大会のリハーサル大会も兼ねていた。本大会出場は下記により選出された32チーム優勝。 および準優勝チームには、第33回全国地域、サッカーリーグ決勝大会への出場権が与えられる。北海道社会人、サッカー連盟3チーム、東北社会人、サッカー連盟1チーム、関東社会人、サッカー連盟6チーム、北新越社会人、サッカー連盟3チーム、東海社会人、サッカー連盟4チーム、関西社会人、 サッカー連盟5チーム、中国社会人。サッカー連盟三チーム、四国社会人。サッカー連盟二チーム、九州社会人。サッカー連盟四チーム開催都市。チーム1部位。チーム2、チーム1部位。チーム二チーム一 v 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 チーム二チーム1部位。

チームに、チーム1部位、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 チームに、ありがとうございます。